はカウンセラーの山本恵美です。今日は何を言ったんだっけ、あ、そうだ、うちのね娘ちゃんの、高校、今日本で行ったら1年生なのかな、高校3年生なんですけど、イタリア高校が5年あるんで、まあ都市的には高校1年生とか2年生ぐらいの感じなんですよ。でなんか高校3年生になるとなんかオリエンテーションみたいなのがあって、なんか大学のオリエンテーションみたいみたいなこと言ってたら、なんか違くて、なんかこうグループカウンセリングみたいなやつ、なんか自分の自分の心内を自分なんかみんなに話すみたいな、3日間もあって、それがしかもなんかクラス中がなんかその話を聞いて泣いたりとかするらしい、ね、であなたの仮面は何ですかとか、すごいなんかクラスで盛り上がったみたいな娘がその話をしていて、なんか下の娘がうわっ怖みたいなグループカウンセリングやそれみたいな、無理やりなんか本音を話させるみたいなんで、まあ、それでしたらなんかやっぱりでも、まあうちの娘は結構なんていうのシンプルなんで、やっぱそういうのってすごいなんか人が話を聞いてくれたりとか、まあみんなでね自分が寂しかった時の話とか親の話とかいろいろするんですよ、うん、でそれがすごいなんか良かった良かったんだって、3日間あ、でそれはねなんかね他の先生も外部から来るんですよ、やっぱりその、まあ先生っていうか20歳ぐらいのボランティアなのかな、なんかよく分かんないけど、で来てあなたにとって、あなたが船に乗ってるとしたらとか、なんかそういうなんかちょっと心理ゲームみたいのをするんだけど、まあそれが3日間あって、でもなんか担任の先生は超無視してこうずっと携帯見て音楽聴いたりとかしたらしいんですよ、なんか邪魔しないから。で彼女たちは結構担任の先生がそれをするのはなんかやっぱ認めて分かってほしいんだよね。でなんかやっぱりお互い泣いたと か担任の先生はね毎日見てるからね、親みたいなもんなんだよ、まあ、そんなこと言ったってねみたいな、ちょっとインナーチャイルドっぽいところがあるじゃん、なんかその過去のさ私が辛かった話とか、親が別れて私はどういう思いをしたとかさ、そういうのってさやっぱ本人に言われても結構困るやん。でさ多分その先生っていうのは毎日見てるから、まあはっきり言って彼女たちのだらしないところっていうかさ、そうは言ってもなみたいなところ見てるんだよね先生たちはねでその先生はね、その先生はなんかもう見てるやってらんないみたいな感じだったらしいので、他にもなんか自分たちが嫌いな先生とか来るとちょっとプライベートな話をしてるからちょっと入ってこないでほしいとかいうこともあるらしいの、ね、言ってあいつは嫌だから入ってもらわなかったとかなって、そういうのもあるんだな今はって思ったね。でその中で、まあ私の娘が何を言ったか知らないんだけど、ある朝父親にそういえばあなた出張の話が出て、まあ、コロナが終わり始めて出張海外出張とかが増えちょっと出てきた、そういう話がね。でうちの、私の旦那さんっていうのはその子供がちっちゃい時結構海外出張とかをよくしていて、まあ、月1ぐらいで行ってたのかな忘れちゃったけど、もうちょっと、まあ、ある時やっぱ留学とかイギリスに留学で3ヶ月とか行ったこともあって、子供と離れていた時期があるわけですよね。そのでも私としてはそんないっぱい離れてるっていう気はしなかったんだけど、なんか上の娘はもう心が張りすぎるほど寂しかったのよっていう話を父親にしていて、なんかもう本当にすごい寂しくて今でも覚えてるみたいな。で今は別にいてもいなくてもどっちでもいいんだけど、その時はやっぱりすごいパパが好きだったからいてほしかったらしいんですよ。でいなくなるっていうのがもうすごい嫌だったみたいな話で、なんかへーって思ったの。でもさ私もさ東京に3週間行ってたんだけど、そのことは全然寂しいとか言ってないのよ。年に1回ぐらい、いや確かに私いつも一緒にいたけど、ガミガミ言ってたのからかもしれないけど、なんか私3週間とか2週間とか言ってたけど、それは全然トラウマになってなさそうなんだけど、なんでって思ってえなんでみたいな、えみたいなでもなんかだからさ、その子はやっぱ好きだったっていうのもあると思うし、なんかその話をしたら、でもなんか私がいない時期って大体旅行をしてたのよね家族で。だからその海行ったりとか
なんか家にはいなかったね。家にじっとしてるっていうよりは普通の生活っていうよりは、まあなんかおばあちゃんのとこ行ったりとか、その海行ったりとか、そのテーマパークとか行ったりとか、普段しないこともいっぱいしてくれてたしてたのね。だからその私がいるいないっていうのはもうあんま気にならなくなったっていうか、旅行してたからだと思うんだけど、そういうことも言われたけど、でもあの未だにパパがいなくなったことは悲しかったと思ってるとか言って言われて、なんかそんな風に思って、だからちょっと分かってたけど、なるべくこう彼女たちをいろんなところに連れて行ったりとかしてたんだけど、そのパパがいない時期っていうのは、あ、そういう風に思ってたんだなみたいな感じで、もなんか親としてはやっぱり最善を尽くしてるつもりでも、いろいろな意味でね、まあ何かしらこうあるよねっていう、うん、あの嫌いなお父さんだったら、うちの父親とかさ帰ってくるとうわうざいみたいな、またこいつ小言言ってるよみたいな感じでさ、不機嫌が帰ってくるみたいな感じじゃん、お家に。なんかでなんかテレビとか見れなくなっちゃうしさ、父親が帰ってくると、でなんか風呂とか入ってさ、さっさと風呂入っとけとか言って怒鳴られたりとかしてさ、自分がさ好きなようにできないと何でもイライラするみたいな、うん、あのなんかね、その時間にお風呂入ったりとかするとさ、自分も使いたいのかなんとかしてないけど怒られたりとかするのがよくあることっていうか、なんかどうせ家にいるんだからみたいなさ、なんか本当にうざいなっていうのを父親にしかなくて、早く帰ってほしいとか思って、ちっちゃい頃は思ったかもしれないけど、もうなんかそんなこと覚えてないんじゃない。だからやっぱりいい親でいようとしてもなれないんだなっていうかいくらね、それでもその出張とかしなきゃいけないものだったかわけだから、その時はきっとなんか、だからそれを思ったりとかしましたね。あと娘がそのなんか、うん、学校のその心理的なそのグループみたいなやつをやったりとかしてて、でも、まあ、今さ本当に3人に1人か4人に1人がさ親がさ別れてんだよ、うちの娘のクラスとかって実際普通なのね、うん、だからなんかいかに親になっているということもそうだし、子供でいるっていうこともそうなんだけど、うん、無理ですよね、完璧な子供で親を求めようとか完璧に子供を育てようとかしたって、その場その場でいろいろ、まあベストは尽くしてるつもりだけど、もう無理だなっていうか、それはちょっとなんかあの親として手放さなきゃいけないものなんだなと思いますね。なんかほらインナーチャイルドを作っちゃいけないとか、子供にトラウマを作っちゃいけないとかさ、やっぱりさなんか自由にやってほしいとか思うじゃん。でもさやっぱりさ、私たちはある程度の規則の中で生きてるから、それを学んでほしいみたいなのもあるし、うん、まあ難しいなって思った。だからなんかその誰でもそういうあのきちんとした親になりたくない人はいないけど、エラーはし続けるっていう、うん、だからなんかそれをあえてその自分がいけないとか、そうするとやっぱ苦しくなるんじゃないかなと思いますね。うん、親は私は最善を尽くしてきたけど、その中でいろいろまあ問題はあるよねっていうか。はい。ということで、今日は娘の高校生グループカウンセリングみたいなのをやったっていう話と、あとね、どんな親でも失敗はするという。お話をしました。今日もご視聴ありがとうございました。